こんにちは、ここどこ長崎です。変わる長崎を記憶したいと今日も長崎を走り回っています。今いますのは東長崎です。河内町にある原爆関係の史跡というのでしょうか、看板を紹介したいと思います。原子爆弾が炸裂した浦上地区から遠く離れた諫早市飯盛町に隣接する河内町ですが、原爆とどのような関わりがあるのでしょうか。ここでクイズです。原子爆弾には落下傘はついていたでしょうか、ついていなかったでしょうか。答えは落下傘はついていませんでした。しかし当時の証言を聞くと落下傘の目撃情報が多数あるようです。実は米軍は原爆とは別に落下傘付きの物体を原爆とほぼ同時に投下しています。ラジオゾンデです。ラジオゾンデは原爆の炸裂に関する情報を電波を使って遠くの基地に飛ばした観測装置です。その落下傘付きのラジオゾンデの目撃が原爆に落下傘がついていたとの証言につながったものと思われます。このラジオゾンデの一つが落下した地点が河内町です。原子爆弾観測用ラジオゾンデ落下地点の看板をご覧いただいています。あと2つのラジオゾンデは飯盛に落下しています。ラジオゾンデには観測装置だけでなく降伏勧告書も入っていたとのことです。村の住民は浦上での原爆の炸裂を感じ取った後に不思議な物体が落下してくるのですから新型爆弾の不発弾ではないかと大騒ぎが起きたそうです。実際の落下地点は看板から東へ30メートルほど、白い標識が目印です。肉眼では文字は見えにくいですが、双眼鏡やカメラで拡大すると原子爆弾観測用ラジオゾンデ落下地点と読むことができます。平和な世界を希望し、戦争の恐ろしさを記憶していきたいと思います。今日は河内町の原爆関連史跡の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。ここどこ長崎でした。